焼き物市場で小豆ってさ、昔から結構、うん、あのギャンブルの対象になってたんだけどさ、うん、最近全く聞かなくなったなと思って。あ、僕は学生ぐらいの時に結構その証拠金取引ってまだ為替がそんなに普及してなくて、うんうん、むしろ小豆だったんだよね、先物は。そうだね。で、小豆ってその天候によって毎年毎年取れ高が決まるんだけど、うん、その空量は毎年人間そんな変わんないわけですよ、小豆を、うん、なので天候によって高くなるか安くなるかが決まるので、そこでギャンブルで先に買うっていうので、うん、今年はきっと天気悪くなるから先に買おうとか、うんうん、今年は天気良さそうだからちょっとあんま買わないでおこうっていうギャンブルがやられていたのですよ、うんうんうん、小豆先物市場、赤いダイヤっていう本柄、まあ、だから割とね、その昔はだから株ではない、うん、その証券ギャンブルでは小豆の先物って結構あったんだけど、最近全く聞かなくなったよね。絶賛ビットコイン急国家中だった。やべえ、さすがだね。すごいよね、ゆうやいさん。すごいね。ゆうやいさんが買うものは下がるっていう。